皆さんこんにちは。皆さんは、ようすべ好きですか？私は大好きです。暇つぶしにもってこいですよね。ただ、広告がたまに鬱陶しいなぁと思うことがあります。さて、今回ご紹介するのは、ようすべの広告の怖い話です。ようすべの広告、よく動画が再生される前に商品を PR する映像が流れます。ほとんどの動画に広告がついており毎日動画を見ている方は、嫌というほど目にするでしょう。その人が見ている動画のジャンルによって表示される広告が変わるらしいですが、皆さんはどんな広告が表示されますか？さて、そんなようすべの広告に意図不明の不気味な映像が流れていたという噂がありました。問題の広告がこちら。ようすべに出てきた謎の広告という動画ですが、この映像が広告として流れていたようです。何かを宣伝しているわけでもなく、ただひたすら街を走る映像で、最後はアパートらしき場所について終わります。普通、広告をクリックすると宣伝元のページに飛ぶことがほとんどなのですが、この広告をクリックしてもどこかのページに飛ばされるということはなかったらしいです。この広告、本当に流れていたのか半信半疑でしたが、調べてみると、結構目撃証言があり、どうやら本当に流されていたようです。一体、この広告は何を伝えたかったのでしょうか？映像を見る限り、映し出される場所に何らかの意味があるというのでしょうか？真相は不明のまま、いつの間にか広告は出なくなりました。今回は、この謎の広告の真相を追っていきます。この広告が流れていたのは2016年頃です。もしかしたら、見たことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。調べてみると、興味深い情報を発見しました。それがこちら。実は、ようすべに広告を出すのは一般人でも可能で、それも簡単な手続きで、広告を流せてしまうのです。2020年現在の広告を出す手順はこちらです。簡単にまとめると、動画をアップして、それを広告として設定するだけで、流れちゃいます。つまり、単純な設定ミスで個人的な動画が流されてしまったというわけですね。確かにいきなりこんな映像が流れ出したらちょっと怖いですが、よく見ると個人で撮影されたただの自転車に乗っただけの動画です。ただ、一番怖いのは広告を出したことによる料金の請求ですよね。ようすべの広告の場合、閲覧数で決まるようです。一人につき3から30円と結構幅があるみたいですね。目撃証言を見る限り少なくとも4日ほどは流されていたようで、それだけでもかなりの請求が来そうですね。現在の仕様だと、限度額を設定することでそれ以上の請求は来ないようになりますが、数年前はどうだったのでしょうか。何はともあれ、この不気味な広告はある動画投稿者の設定ミスである可能性が高いと思います。いかがでしたでしょうか？ようすべの広告は、たまにこれアウトだろっていうのも流れてくるので、広告主には結構甘いのかもしれません。他にも、面白い広告があればコメント欄で教えてね。じゃあ、またね。